内藤信成は、戦国時代から江戸時代前期の武将、普代大名。一説に松平広忠の書士で、徳川家康の異母帝とされる。藩官府では、島田坊の子で、内藤清長の養子、あるいは母は、松平広忠の長愛を受けて、信成を見ごもり、島田影信に課して3月後に出産、事情を知った清長がこれを養子として育てたとの、書伝ありとする。 また聖母は、広忠の次女で、小野次郎絵門の娘という説もある。一方、関西重修諸家府では、内藤右京の信抱の娘と、島田九絵門影信の子とされている。なお、関営諸家系図伝では、内藤課長の養子として扱い、課長が実施を設けたために、別に家康に仕えたとされていた。しかし、 天文15年生まれの課長が年長の信成を養子とする理由はなく、状況書上において清永の養子として訂正され、以降、半官府、官政府はこれに従っている。なお、孔男子が最初に習う、三方が原軍機には、内藤が敵人を探る、内藤の物見という段が存在する。工事三年十三歳で、松平元信に会見、一時を与えられて、 信成となり、その側近となった。永六元年三河広瀬城攻略に清長と共に従軍し、また三河一向一騎平定の後、その軍港により三河国中島に六百国の最地を与えられた。元気三年の三方ヶ原の戦いで伝軍を務めた。ほか、天正三年の長篠の戦いの際、その功績を織田信長から称賛されたと、 関政府に記述がある。その後も皇天神城の戦いや小牧、長久手の戦いにて活躍。天正17年六千国を加増されて、海の上皇事情の上司となる。天正18年小田原征伐に参陣した際、豊臣秀吉がその、武備を漢字目通りを許したという。家康の関東入国の後に、伊豆国一万国を与えられて、韮山城の上司となった。 慶長五年の関ヶ原の戦いでは、駿河国沼津の三枚橋城を守備。慶長六年に寸布城を与えられ、四万国の領主となる。慶長八年に十五位下部前神に任ぜられた。慶長十一年、最地を改められて、大見国四万国を領主、長浜城を居所とした。慶長十七年七月二十四日。 長浜城において68歳で病没。法名は、法然院伝美岳、宋高弘子寺とされている。また、その御霊は、村上市に鎮座する、藤は神社で祀られている。ありがとうございます。